ここは？どうやらここが神域の終点みたいだな。領域への門がありますね。奥には結界か。こんな場所に領域があるということは。来たか。アリアスさん。やはりか。まあ当然そうだよね。まさかあの戦機を破るとはな。もはや初めて会った時のおぼつかなさはなさそうだ。言葉は無用。我が領域の果てで待つ。ついに来ちまったか。ええ、私たち特務支援課の最大のライバルにして目標。思えば私たちが知り合った時からの縁ですよね。ああ、ジオフロントに潜って竜たちを助けるときに危ないところを助けてもらって。なるほどな。まさに因縁の関係だね。行こう。アリウスさんが待っている。え、合点承知だぜ。ここは？ここがマクレインの内面。無数の戒めらしすぎです。あの人はどれだけのものを背負って。たく、抱え込みすぎなんだっつーの。オーガロスも桁違いだったけど、今度の相手は背負っているものが違う。多分鋼の聖女以上に厳しい戦いが待っているはずだ。だが俺たちもここで引くわけにはいかない。キーヤを取り戻すためにも、全ての真実を明らかにするためにも、そしてしずくちゃんとの約束のためにも、俺たちの全身全霊をもって剣聖の領域に挑もう。はい。ついにここまで。3年前のあの日にたどり着いた。兄貴、待っててくれ。あの日の闇をきっと照らし出してみせる。負けられない。そこだ。さてと。分析を開始。入手しました。さてと。無駄だよ。行くぞ。させるか。よし。
無駄だよ。さて、ターゲットを確保しました。行くぞ。させるか。行くよ。無駄だよ。はい。デミガンに取り返す。行くぞ。させるか。僕の番だ。無駄だよ。チャンスだ。よし、畳んで。行きます。さてと、無駄だよ。はい。俺の番だって。僕の番だって。まあまあだったね。お疲れ様。全力で行かせてもらうぞ。デミガンの取り返し。さてと、俺の番だな。任せてくれ。よし、もう大丈夫だ。やっ、みんな気をつけて。分析を完了しました。僕の番だ。お返しよ。任せてくれ。全力で行くぞ。よっ、気合いを入れろ。行くよ。よし、よし、やめや。悪いな。先に行かせてもらうよ。行くぞ、みんな。はい。そこだ。セ
一気に落とすよ。了解。行くよ。任せて。はい、上出来かしら。ナイスファイト。一気に落とすよ。了解です。やれやれ。了解です。なんとかなったわね。敵集団との戦闘を開始。行くよ。行くぞ。行くぞ。メテオ。立てた。光と影。絶対に崩れていた。私の番です。よし。面倒だ。無駄だよ。なんとかしないと。よし。まだやれる。援護するぜ。おっしゃ。面倒だ。まあまあだったね。お疲れ様。直してきなよ。そこ、みんな気をつけて。えい、行くよ。やっせ、任せてね。よし、俺の番だな。させるか。行くよ。やれやれ、時間の無駄だったな。
先生から始めましょう。了解。やや僕の番だ。行きます。リカバーこれじゃないと任せて。よしよし、バッティの発射。行きます。任せて。行くぞ。行くぞ。立って、リカバーこれで大丈夫。任せて。よし、そう行くぞ。はい、そこです。行くぞ。さあ、やるぞ。行くぞ。任せて。任せて。守りたい、このクロスベルを。やっ、さあ、始めましょう。はい。いい夢を。一気に落とすよ。了解。さてと。任せて。そこ行きます。そこです。任せつか。やるやるじゃ。はい、えい。これで一安心です。先生から始めましょう。エカ、やるやる。そこ、はい、そこです。ステータス、オールグリーンです。そこ。一気に落とすよ。了解です。やれちゃった。はい、エイ。迎撃艦を先に行きましょう。そこ、はい、そこ、みんなチャンピオン。僕の番。よっ、行きます。そこです。俺の番。そう、行くよ。私の番です。任せて。そこ、よし、さあ、そこだ。守りたい、このクロスベルを。やっ、先生からチャンス。よし、今食べて。よし、上出来だ。
敵出現めんどくさいです。僕の番か。さて、デミダイの挑戦だ。さらよし、やれやれ、やや私の番だ。そこ、さて、そこです。行くぞ。行くよ。任せて。そこ、はい、そこです。やれやれ、無駄だよ。まあまあだったね。お疲れ様。僕の相手じゃないね。行くよ。
至ったか。アリオスさん。もう、あの長官の格好はしてねえんだな。クロイス氏の要請とはいえ、もともと無理のある人事だからな。独立国の無効宣言があった以上、俺にあれを着る資格はない。国防長官でも遊撃士でもなく、ただの無頼の剣士としてここに立っていると思うがいい。マクレイン、どうしてそこまで律儀すぎです。参ったな。聞きたいことがいろいろありすぎて整理できていないんですけど、まずは答え合わせをしても構いませんか？ああ、元よりそのつもりだ。聞くがいい。ただ一つのことを除いて全てに答えよう。それでは。辛いことを聞くようで申し訳ありませんが、5年前の事故について教えてもらえませんか？ああ、もはや隠す必要もあるまい。5年前、表通りで起きた運搬車の爆発事故。お前たちも気づいているように、あれは帝国と共和国の諜報戦の結果として起きたものだった。やはり。当然一課ではその事実を把握していたはずだな。そして帝国共和国派に配慮した上層部の判断で、当然のように握りつぶされたわけだが、そのこと自体に失望はあっても今さら恨みはない。言葉もない。それでアリオスさんの奥さんとしずくちゃんは？ああ、サヤの命は失われ、しずくの光は奪われた。あれから5年、両国の諜報機関が整備されたことで無意な破壊工作はなくなったが、数十年にわたる暗闘の結果、サヤたちと同じような被害者は少なからず出ていた。ロイド、お前の両親やイアン先生の家族を含めてな。なんだと？ロイドのご両親って確か15年前の飛行船事故で。ああ、前に話した通りだ。俺は物心ついたばかりでほとんど覚えていないけど、じゃあその時にイアン先生の家族というのも？ああ、奥さんとお子さん2人がそれに乗っていたと聞いている。俺には雫が残されたが、全てを失った彼の嘆きと悲しみは想像もつかないくらいだろう。そしてその時、ガイとイアン先生も同じ遺族として知り合っているはずだ。その情報は一家でも把握されていなかった。なるほど、そんな因縁があったとはね。そして5年前の事件の後、俺は警察を辞め、遊撃士協会の門戸を叩いた。警察への失望、雫の入院費用の捻出、いろいろと理由はあったが、単にサヤを失った悲しみから逃れたかっただけかもしれない。その気になればいくらでもある。遊撃士の仕事に没頭することでな。アリオスさん。ずっと疑問に思っていたことがあったんです。どうしてディーターさんたちとあなたの存在が結びつくのかと。ほう。確かにおじさまやベルは経済や金融、クロイス家に関係する教団の情報には詳しそうだけど、帝国と共和国の水面下での暗闘、
そのあたりの事情にまで通じているのは違和感があるな。お互い接点がない両名なのに、大統領になったディーターさんはアリオスさんを国防長官に指名した。なるほど、そういうことか。その両者を結びつけたのがイアン先生だったというわけか。ええ、違いますか。その通りだ。警察時代、お前たちと同じく俺とガイもイアン先生の情報には随分と助けられたものだった。教団のロッジ制圧作戦でも民間のアドバイザーとして協力していたくらいの情報通だ。そして遊撃士になった後も彼とは頻繁に情報交換していた。一方で先生は IBC のホームを通じてクロイス親子と昔から親交があった。そしてあらゆる情報と要素は先生のところに集約統合され、クロイス氏は彼に誘導されるまま、さまざまな政治工作と司法の力によるクロスベル独立を成し遂げた。その裏で彼とマリアベル城によって真の計画が進められているとも知らずに。真の計画？青きゼロの計画ですか？そう、サヤたちの事故についても先生はいち早く真相に気づいていた。そして俺に事情を打ち明け、俺も計画に協力することとなった。これがいきさつのすべてだ。すべてはイアン先生とマリアベルさんの手のひらの上。とんでもねえ話だぜ。これも同じく疑問に思っていたことですが、キーヤを太陽の砦の地下から連れ出したのはアリオスさんですね。そしてシュバルツオークションに出品されるローゼンベルク人形と入れ替えたのも。そういえば確かにその問題も完全には明らかになっていませんね。ああ、その通りだ。それに関しては先生ではなくマリアベル城の主導だったがな。どうやら彼女はヨアヒムの動きを完全に把握していたようでな。彼女の転移術で俺たちはたやすく最下層の祭壇にたどり着き、あの子をゆりかごから解放した。そして俺はレミフェリア方面から運ばれてきたローゼンベルク人形とあの子をすり替えた。そのローゼンベルク人形自体もルバーチェ側に気づかれないようにマリアベル城が用意したものだがな。そんなことまで？しかしそんなことをしてマリアベルさんに何の意味があったんですか？計画にキーヤが必要ならそのまま保護すればよかったのに。一つはヘイユへも巻き込んでルバーチェ側の面目を失墜させ自滅の第一歩とすること。もしオークションの場で彼女が目覚めることになったらマリアベル城が動いたはずだ。動揺する客とマルコーニを前に IBC の名を出してあの子の保護を買って出るつもりだったのだろう。ヘイユへが動いたら別の展開もあっただろうが、いずれにせよあの時はこの俺も会場内に潜伏していた。どんな展開になったとしても収集できる体制は整っていたわけだ。なんつうかウルトラシーすぎんだろう。用意周到すぎます。そしてもう一つは、あのような特異な状況で司法を目覚めさせることで潜在能力を見極めるということだ。潜在能力を見極める？どういうことですか？さて、マリアベル城がそう言っていたというだけだ。おそらく
あの子を長き眠りから目覚めさせる条件の一つなのかもしれないが、いずれにせよエイドスの導きか、それとも単なる偶然か、彼女はお前たちの前で目覚めた。マリアベル城にしたら完全に想定外だったはずだが、あの子がお前たちに引き取られ一緒に暮らすことになったのも含めて歓迎しているかのようだった。ダメだ、わけがわからねえ。ベル、一体何のつもりで。それじゃ兄貴が亡くなった日のこと、その真実を教えてもらえますか。いいだろう。サヤを亡くして警察を離れてから2年、俺はイアン先生たちの計画に協力し、いくつもの工作を成し遂げていた。いずれも後ろぐらい陰謀めいた工作ばかりだ。だがギルド関係者をはじめ、それを誰かに感づかれることはついになかった。ガイ・バニングス、かつての俺の相棒を除いては。ガイは、あいつは凄まじいほどの嗅覚と粘り強さで様々な陰謀と秘密に迫っていた。帝国と共和国による暗闘、ハルトマン議長とルバーチェ、そして DG 教団残党の動き、そのさらに背後にあるクロイス家の計画にまで、そしてあの雨の日、ガイは俺を着工したばかりのオルキスタワーの建設現場に呼び出した。無論計画の詳細までは掴んでいなかったが、ガイの推測は驚くほど的確で、計画の全体像を捉えていた。教団とマフィアを利用したクロイス氏の政界進出、外国勢力の仕業に見せかけてクロスベル氏を襲撃させることで独立の機運を煽ること、さらにはクロイス家の何かで大陸全土を威圧主導すること、信じがたいことにそんなことまで指摘してのけた。そしてを引けという俺の言葉をガイは受け入れず、俺たちは雨の中死闘を始めた。武術の腕は俺がやや上だが、ガイには揺るぎない意志による力がみなぎっていた。何十号と打ち合い、お互いの体力を奪い合いながら雨の中の死闘は続き、そしてガイは命を落とすこととなった。当然あいつのトンファーを現場から持ち去ったのは俺だ。トンファーに無数に刻まれた刀傷から犯人を特定されたくなかったからだ。これがあの雨の日起こった事件のあらましだ。その後マフィアの手下が現れ、ガイのバッジを持っていかれたのはさすがに想定外だったが、いずれにしてもこれで大体の疑問には答えられただろう。いいえ、当然知っているでしょうが、兄貴の死因は銃撃によるものです。そのことについての説明がなかったみたいですが。警察にいた頃に拳銃の扱いは習得している。しつこく食い下がってくる面倒な相手に業を煮やして使ったまでだが。嘘だな、マクレイン。そのような死闘の中で別の獲物を構える余裕などあるものか。ましてや
相手の背中からとどめを刺すなど不可能だ。まあ道理ってやつだな。一体誰がガイさんを撃ったのか話してください。何を言われようとガイを死に追いやったのは俺以外の何者でもない。そして俺はかつての相棒を犠牲にしてまで計画に協力する道を選んだ。そして今もなお遺体気な少女の思いを利用して計画を完了させようとしている。全てはサヤのため、そして雫の未来のために。アリオさん、雫ちゃんがこんなことして喜ぶとでも？無論喜ぶわけがない。だがクロスベルという血の呪いはあの子から母と光を奪った。そしてクロスベルが大陸のこの位置にある以上、呪いは決して消えることはない。人の世の断りを超越した奇跡でも起きない限りは。3年前ガイは俺のことを一言も責めず、死闘の果てに命を落とした。そして司法となったキーヤは雫の目を治してくれた。もはや後戻りできる道理はない。承服できなければ力を持って止めてみるがいい。兄の残したそのトンファーで見事兄の仇を討って大切なものを取り戻すための道を切り開いてみせるがいい。わかりました。だが兄貴の仇を取るつもりは毛頭ありません。ガイ・バニングスの意志を継いで立ち上げられたささやかな部署として、雫ちゃんをはじめ大勢の人々の思いを託された特務支援課として、あなたという壁を乗り越え、キーヤを取り戻して、本当の意味で事件を解決してみせる。さすがは俺らのリーダー。オルキスタワーで待っているしずくちゃんのためにも絶対に引けません。仕方のない奴らだ。このノリが支援家だよね。いいだろう。八王一刀流、二の肩奥義回転、アリオス・マクレイ。一身上の都合により義に背き道を外れ、手を貫かせてもらう。来るがいい特務支援課。ああ、そこだ。はい。分析をする。任せてくれ。エニグマ駆動。そこだ。そこだ。そこだ。俺の番だな。私の番です。さてと。
よし。Thank you.
ロイド、他の者たちも本当に強くなったな。だとしたらアリオスさんが目標になってくれたからです。確かにあんたがいなけりゃここまでは来られなかったかもな。同感です。いつも目指すべき壁として遥か先にいてくれましたから。まったく、そのように言われる資格などそもそもないというのに。アリオスさん、あの日兄貴を撃ったのはイアン先生ですね。そいつは。なぜそう思う？単なる消去法です。事件の背景を考えると、先生以外に容疑者がいるとしたらディーターさんかマリアベルさん。ただディーターさんには計画の全ては伝えられていないようだし、マリアベルさんも兄貴とは接点がない。だがイアン先生は兄貴ともかなり親しいようでした。そして国外の出張も多く、自衛の必要がある先生ならば拳銃に慣れていてもおかしくない。どうですか？60点だな。だが9大点はつけざるを得ないようだ。まあアリオス、お互い限界みたいだし、今日のところは休戦にしねえか。何をバカな。知られた以上お前をここから返すわけにはいかん。来月の式を無事迎えたくば、殺す気でかかってくるがいい。なのできるわけねえだろ。そしたらお前やしずくちゃんを式に呼べねえだろうが。安心しろ、お前らの計画は誰にも話しちゃいない。ダドリーあたりに協力してもらおうかと思ったが、あいつも融通きかねえからな。セルゲイさんにだってまだ相談してないんだぜ。お前、それを聞いて俺が好都合と判断するとは思わないのか？いや、だってお前不器用だし。じゃなかったらこんな場所にのこのこ一人では来ねえだろう。とにかくこの辺りにして、今から飲みにでも行こうぜ。そうでなくてもここ2年ろくに話もできなかったし、弟と彼女の自慢話くらいさせろっつうの。相変わらずだな。弟は確かもう15になるんだったか。はあ、俺に似ずに結構な秀才でな、どこかの高等学校あたりに行かせたいと思ってるんだが、まあいいや。先生。なるほど、黒幕はあんただったか。悪いな、ガイ君。ご両親のことを考えたら君も誘うべきかと思ったが、多分君は絶対に賛同しないと確信できてしまったのでね。先生。当たりですよ。先生がついてるなら多分その計画ってのもうまく運ぶでしょう。
でもきっと俺の代わりは現れますよ。ああそうだろうな。ガイ、しっかりしろ。しまったな。こんなことになるならロイドとセシルに。ガイさん、そんなことが。因果の話だぜ。ありがとう、兄貴の最後を教えてくれて。礼を言うな。イアン先生は多分揺らがないだろう。そしてキーヤの決意も固いようだ。二人を崩せるかどうか、お前たちの全てをぶつけてみろ。ロイド。これでやっと兄貴に届けた気がする。ありがとう、みんなのおかげだよ。何言ってんだっつうの。ロイドさんの意志がアリウスさんという壁を突き崩したんだと思います。そしてガイさんの死という過去の暗闇に光を当てた。私たちはその手伝いをしただけだわ。次ばかりは手伝いなんて言ってられないけど。そうだね。ベルお嬢さんにイアン先生、それにキーボーか。ああ、最後の領域も解放した。とりあえず神域の終点に戻ろう。あれは昇降機のようですね。それじゃあの上にキーヤちゃんが。ああ間違いねえだろう。アリウスさんは超えたが、あの得体の知れないマリアベルさんが残っている。できれば一度メルカバに戻って最後の準備を整えておこう。絶対に何としてもキーヤを取り戻すためにも。ああ、各地を回れるのもこれが最後になりそうだな。